着取る。これからスケジュール行ってきます。降りる。ボードに足を乗ってる。そう。はい。ここ上登っていけばいい。こうしたらここがいける。どっちだ。ゴー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 。うん、うるせえ。結構積もってね。雪国やんけ。鳥取舐めとったわ。めっちゃ降るやん。はい、雪がすごいです。鳥取県地方移住した理由。今そこで話す。地方移住した理由。いや、なんとなくこの雪だよね、やっぱりね。海と山が近くにあるっていうね、鳥取県大山町の良さは。海が近くにあるのに車で30分でこの山まで来れるっていうのは素晴らしい。自然環境。自然環境がめちゃめちゃいいです。山登れば雪が積もってるし。 あれだね、夏は海で遊んで冬は山で遊んで。夏は海で遊んでサーフィンとかね、シュノーケリングとか。シュノーケリングしたい。冬はね、こういったウィンタースポーツができるっていう環境が、うん、まあ、めちゃめちゃ素晴らしいと思う。登山したい。夏は登山とか、あとサイクリングとか、うん、トレイルランニングもそうだけど、あまり知られてないよね、鳥取県は。この、まあ、何って言ったらね、砂漠と梨みたいな、うん、鳥取県のイメージってもう砂漠、鳥取砂丘。いやでも大山素晴らしいよ、うん、大山はマジで素晴らしい、うん、国立公園にも指定されていますけど、めちゃめちゃこの自然環境唯一無二みたいな。なんかあれね、道を歩いて走ってて、それでふと大山が見える時が一番圧巻って感じがする。鳥取県はもう道路も走りやすい、インフラも整ってるし、すぐ隣の米子まで、イオンなど その大型商業施設もあるし、すぐに、車で一本道で出れるっていう、うん、でそのイオンの横にファーマーズマーケットっていう、イオンの横にも直売所があって、もう新鮮な野菜とかお肉が手に入る環境。しかもいいやつが安くね。そう、野菜も海産物も、食はマジでかなり充実してます、鳥取県は。何でも美味しいね。何でも美味しい。近くのうどん屋さんがマジで本当に美味しい。この大悟っていううどん屋さんがあるんですけど、あそこのうまさがまず衝撃を受けたっていう。飛び抜けてる。今までうどん食べた中で一番美味しいかもしれない。それぐらい美味しい、本当に。っていうね、鳥取県の素晴らしさっていうのを今後伝えていくので、ぜひ楽しみにしてください。はい、これから
スノボを楽しみます。痛い痛い後ろをのけぞるから今風になっちゃうんだよ。肘が折れた。ああ大丈夫大丈夫やった、ハプニング。いやー、気持ちいい。雪やべーガッツボードしてますけど滑れてんのかあいつ全然ダメじゃんうお雪で前が見えないっす。うん。すごい。雪の量が全部新雪。パウダーだらけ。大山最高だぜ。うん。大丈夫か。どや何がどやかわかんないけど転んでばっかだけどいや転んでもふわんとするけど大丈夫まあふかふかやからなうん痛くない今から帰りますまあいいじゃん今大山の大山ホワイトリゾートっていうスキー場にいるんですけど、うん、2日間乗り放題の券が半額プライス半額プライスで2,500円半額じゃないよ半額より安いんじゃないか1日券5,000円が2日券の券で2500円で今乗れるんで今年はコロナで、まあ、人の数も少ないだろうということで半額プライスで今運営しているみたいですなので今年は大山いっぱい通おうと思ってますちょっとなんか晴れた時に、うん、晴れた時に景色が良かったね今度晴れた時に決まった行きたいと思ってるんですけど今日はちょっと悪天候で前が見えないっていうまけど楽しかったよねうん、うん、大山頂全体がすごいなんかこう観光地で街を盛り上げようっていうそういう政策がすごいやってるんで面白い街なんで僕たちは、まあ、移住してきたっていうのもあるんですけどすごい自然が身近で食が美味しくてめちゃめちゃ最高な場所ですね、うん景色がどこでも綺麗だしそう景色が最高ですねあの隣が海で隣山でっていう右が海で左が山っていう、まあ、東京で働いた頃でやっぱストレスの度合い全然違うよ確かに別にブラック企業に勤めてたわけでもないし、うん、嫌がらせも受けてたわけではないけどまあ確かにね東京とか満員電車とかねあの通勤がやっぱすごいストレスかかってるんだよね知らないうちにそれを感じてこっちに来たら、まあ、車通勤に変わりましたけど疲れの度合いが全然違うっていうか今は農業してちょっと肉体労働して疲れてるはずなんですけどなんか東京の頃の疲れてたかなっていう